リスマスコフレ第2弾、ジルシチアート、カバーマーク、アクセーヌ、ハッチ、マイハダ、オサジ、ノエビア、シバンシー、ポーチがついてるコフレも結構出てきたよ。ではスタート。ジルシチアート、新しいライフスタイルライン、スイートプレゼント。誰かにプレゼントするイメージでリボンが飾ってあります。女友達の誕生日プレゼント、彼女へのプレゼントなど、この新しいスイートプレゼントのラインからクリスマスコフレが今年誕生。9月の20日に予約開始、10月の4日より販売です。まずは香水、ジルスチュアートホワイトフローラルオードトワレ 50ml で4400円、スティックタイプのミニ香水も出ます。ジルスチュアートオードトワレローラーボール、香りは3種類、フローラル系、ミルクティー系、ベリー系、1本 10ml でそれぞれ2200円です。先ほどのローラーボールを入れるケース3色あります。ジルシチュアートローラーボールポケット09、10、11番、それぞれ1100円です。 J マークのチャームがポイント。こちらは香り付きのボディミルク、香りは3種類、フローラル、ミルクティー、ベリー系。さっきのロールオンタイプのスティック香水と香りの展開同じですね。仕上がりがそれぞれ違うみたい。しっとり、とてもしっとり、ややしっとり。 250ml 入りでそれぞれ3520円。リップマスク、これも3種類の香り、同じくフローラル系、ミルクティー系、ベリー系です。それぞれ 7g 入りで1980円。お手頃価格でミニサイズだからちょっとしたプレゼントにいいかも。ローズヒップオイル入りのバスソルト、ジルスチュアートホワイトフローラルバスソルト 300g で3520円。ジルスチュアートって私インテリアコスメだと思っているから、飾っておくだけでテンション爆上がりですよね。これも中を使ったら入れ物を何か他のに使い回せるかも。こちらはヘアオイル、香りはどちらも同じくホワイトフローラル。何が違うかっていうと、仕上がり、髪の痛みが激しい人はディープリペア、サラッサラな仕上がりにしたい人はスムースリペアを選ぶといいかも。それぞれ 60ml 入りで3300円です。こちらも人気のブランド、カバーマーク、6点セットで18480円。グレイスフルリッチコレクションは10月25日発売です。メイクアップベースのスキンブライトクリーム CC だけど SPF50+、 PA が 4+、 マックス値の UV カット効果、現品サイズが入ってきます。そしてフローレスフィット、私これ大好きです。シミを隠すナンバーワンファンデーション、これも現品サイズが入ってきます。SPF35、 PA が 3+、 カラバリ10色もあります。おしろい、フェイスアップブレストパウダー、こちらも現品サイズ、 SPF23、 PA2+、 ツヤ感が出ます。これはね、クリスマスコフレ限定品のグレースフルリッチハイライト、ピンク、ラベンダー、イエロー、ブルーの4色が組み合わさったリッチなハイライト。4色ハイライト人気ですよね。限定品、リフレッシュミスト、フレッシュフローラルグリーンの香り。秋冬乾燥しますからね、メイクの上からも使える。パッケージがおしゃれ、持ち運びもミニサイズで便利。そしてラストはアイシャドウ、グレイスフルリッチアイカラー限定品です。温かみのある赤み系のアイカラー。カバーマークからは単品売りも出ます。フェイスアッププレストパウダーの限定デザインバージョン、7700円、10月25日発売予定です。ピンク系とベージュ系の2色展開らしいです。アクセーヌ、そう、アクセーヌってカバーマークと同じ系列の会社なんですよね。でまずはこれ第1弾、毎年出てる敏感肌さんに嬉しいモイストバランスローション、私がドラえもんって言ってるこの青いボトル、もしこれでも染みるっていう場合はこのグリーンの AD シリーズがおすすめです。
あとモイスチャーハンドクリームも今回ついてきますね。セットで6050円です。こちらが第2弾ですね。敏感肌さんに優しい日焼け止め、スーパーサンシールドブライトベール、これの原品にチークがセット。こちらは限定カラーかな、ソフトコーラル。 UV カットはカラーが2色、ピンクベージュとクリームベージュ、どちらか選べます。これがセットで4400円。第1弾第2弾発売日が違うのでご注意ください。ハチ、もともと蜂蜜の専門店だったのがコスメも作ってみようということで大ヒット。3、4年前だったかな、私ハッチのクリスマスコフレ買ってます。今年のハッチのクリスマスコフレは10月18予約開始、11月1日売りです。まずはこちらのセット、ハニーノエル18,150円、4点セット。ボディクリーム、ボディウォッシュ、バスエッセンス、テーブルハニー。テーブルハニーは食卓に並べる食べるやつですね。単品トリートメント B バスエッセンス、ホリデー限定パッケージ 250ml 7,700円。ボディウォッシュもホリデー限定 385ml で5,500円。ハチミツピーリングっていうのができるボディウォッシュ。ボディクリームのロイヤル4,950円。かわいいバッグ型の箱に入ったのは、これはノエルのミニサイズプチノエル5,500円。ハニーコラーゲン3本、これ飲むやつですね。ボディウォッシュ、ハンドクリーム、ハニーの洗顔石鹸、ドリンクだけのパッケージ、ハニーコラーゲンの9本セットが5,400円。同じくハニーコラーゲン3本セットが1,944円。ロイヤルゼリーとコラーゲンを配合。ここからはマイ肌。マイ肌のプレシャスコレクション2024、11,000円です。化粧水、ローション、クリーム、エッセンス、マスク、このマイ肌のシリーズ一通り試せます。おさじ、毎年気になってるおさじ、11月13日予約開始、11月の20日数量限定発売です。まずはスキンケアのコレクションです。おさじチューニングスキンケアコレクション6,820円。クレンジングミルク、ローション、ウォッシングクリーム、エモリエントクリーム、こちらも巾着のセット。ネイルケアですね。おさじリトリートハンドコレクション5,940円。トリートメントハンドマッサージセラムで、同じくモイストクリーム、そしてネイルスムースオイル、キャンドルも出るみたい、スリーピングレディ4おさじ4,840円。ニューヨーク発のハンドメイドブランドイエナーベルとコラボレーションしたクリスマス限定のキャンドル。ノエビアからもコフレが出ます。スペチアーレローズコフレ9月5日発売、19,800円。ブルガリアンローズ、ターキッシュローズの精油を配合、しっとりお肌にフィットする繊細パールを配合したパウダー。アイカラーは4色、チップも2本ついてます。ダブルエンド、パッケージのローズが立体的。セラムリップオイル、パウダーだけど美容液効果があるパウダーセラムグロー。メイクアップベースは SPF が 20PA が1プラス、そしてほのかなピンクのスクエアポーチ。ジバンシー第1弾2弾3弾一気にいきます。第1弾トップバッターは単品売りプリズムリーブル限定8,690円。これ限定なのは中身じゃなくてパッケージですね。超微粒子のマイクロナイズドパウダー、この4色パウダーがミックスして不思議な透明感。こちらも単品売り、先ほどのプリズムリーブルのハイライターです。こちらも限定1種類6,930円。ローズゴールド、シャンパンシルバーのミックス、9色アイシャドウ、ル・ヌフ・ジバンシー限定1種類8,360円。マット、サテン、メタリックの3種類のテクスチャー。1色すごい目立つブルーがありますね。ディープブルー、ミニブラシが2本セット、リップが2カラー、ルージュ・アンテルディ・シルキー5,830円。左の502は
限定色、温かみのあるシックなヌーディーブラウン、右はジューシーなトマトレッドの306番、パッケージが限定のパッケージになります。やっぱりポーチがつくとコフレ感が出てきますね。ホリデーメイクアップキット15,620円、中身はプリズムリーブル、人気のアイテムです。そしてプリズムリーブルのハイライター、この2つが入ったジバンシーグリッターポーチ、ここから第2弾です。2個セットですね。プリズムリーブルのブラッシュ、青みピンクが強いかな、チークですね。でもう1個がねリップなんだけど、リップケアですね。ローズパーフェクトミニサイズ、唇のPHであなただけのピンクに変化する。私これね前インスタで紹介したかもしれません。この2つがセットでプリズムリーブルブラッシュキット6930円、こちらも2本セット、ボリュームディスタービアキット4400円。あ、結構ジバンシーにしてはお手頃価格ですね。1つはマスカラ、1つはリップ、リップのカラーは結構赤めの333番、ルージュアンテルディシルキーのミニサイズです。でボリュームディスタービア01、こちらねマスカラは名前の通りボリュームタイプ、ランテルディバース&ボディコフレ16,720円、3点セット、ランテルディのオーデパルファン、ランテルディボディミルク、ランテルディシャワーオイルです。こちらも可愛い3点セット、イレジスティブルコフレ16,720円、イレジスティブルのオーデパルファン、ボディミルク、そしてローズパーフェクト、さっき説明したスキンケア効果のある、まあ、ほんのり唇の色が変わるリップ、ミニサイズ、メンズのプレゼントにぴったり、ジェントルマンオーデパルファンソサエティコフレ15,510円、2点セットです。ジェントルマンオーデパルファンソサエティ、ジェントルマンソサエティシャワージェル、はい、これ欲しい。ウィンタービューティーキットバニティがついてきます。37,290円、中身もいい。プリズムリーブル、これ人気の4色パウダーですね。そしてプリズムリーブルスキンケアリングコレクターのブルー、このブルーがねスキンケア効果があって透明感も出してくれる名品中の名品。でアイシャドウがルヌフジバンシーの09番、これね色は好みあると思うんですよね。私はねブルーグレー系が好きなので、これだけカラーチェンジ可能だったら最高なんですけど、このアイシャドウ以外はパーフェクト。次のねスキンパーフェクトコンパクトクリーム N、 これ最初出てきた時なんだろうと、ファンデーションなのか何なのかよく分かんなくって、見た目からしてメイクアップ路線かなと思いきや、どっちかっていうとスキンケア、ビタミンたっぷりで UV カットレベルも SPF30PA2+ で、日常使いとしては結構いいラインなんですよね。でもう一つ香水かなと思いきや、ヘアミスト、イレジスティブルヘアミスト、まあヘア香水といえばヘア香水、ヘアフレグランスですね。そしてバニティですよ。このバニティだけでも売ってくれたら買うんじゃないかな私。モノグラムですよ。ダブルジップもロゴ。はい、ここから第3弾。ホリデーアイコニックキット。22,550円。1,2,3,4 アイテム入ったポーチ。人気のプリズムリーブル。そしてプリズムリーブルスキンケアリングコレクターブルー、さっき説明した透明感が出るスキンケア、グロータイプのクッションファンデ、これもスキンケア効果あり、ハートのパフが可愛い。そして香水はランテルディオーディパルファントラベルサイズ、これら4点セットになってランテルディレッドポーチに入ってくる。レッド好きな人これハマるよねきっと。赤中の赤、ド赤、ロゴが立体的、ジップの持ち手もロゴ。こういうコフレのポーチって中どうなってるのか気になるんだけど、まあメインがねコスメだったりするからなかなかポーチの細部まで情報がないんですけど、ポーチメインな私からすると中身がどうなってるのか内側の方までじっくり見せてくれたら嬉しいなと。
リスマスコフレ第2弾は以上でございますが、第1弾まだご覧になってない方、下の概要欄にリンク貼っておきますので、第1弾もぜひチェックしてください。そして第3弾も出来上がり次第アップします。